番線にスカイライナー35号成田空港行きが到着いたします。久しぶりの成田空港です。今日はライオンズクラブのモンゴル委員会の OB 会みたいな形で、これからモンゴルのウランバートルを目指して旅に立ちます。確かにうまい。これからモンゴルの登っていくショー、遊牧民の生活を見に行きます。この辺まで来ると、あの草原にゲルドを立てて囲ったら自分の、はい、自分のものになるという、そういう場所です。今入ってるところは囲ったら自分の、はい、モンゴルのスーパーです。おお、1万トクリップ、ああ400円ね。8000円だって。さらっとしてて、会社に行ったら飛んでっちゃう。危ない。牛。危ない。コーヒー1万ドブルだから400円ぐらい。アメリカのサンドル、うん、これモンゴルのビール、うん、1本これいくらだったっけ、900だから360円ぐらい。おそーい、はい、はい、はい、おそーい、は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 い、これこれビール飲みます。うん、うまい。モンゴルのビールうまい。いらね、どうやって食うのこれ。骨付きの次にカロリーない、これ、うん、ちょっと待ってよねっていう感じの食い物だな。これどうやって、これ匂いが移んねえのか残念だ。あの山に登ってこようと思います。どの山かって、あの山、あの山です。さっき出発したところが、あのトゥリストキャンプ、そこまで登ってきた、景色で、モンゴルの草原、どこでもそうなんだけど、地面に生えてる草が、みんなこれハーブで、歩いてるとすごいいい香りがします。一応、中学、高校と山岳部だったので、この山の森には、脇の稜線を目指して穏やかな方からピークを目指すという形にいきたいなと思ってます。景色が一変する。稜線沿い、ああいい景色。右側がウランバートルに続く道、ちょっと一周が300メートルとします。あ、それで降りちゃった。
おお。いいね。ああ、来た。登場です。あそこ四角く囲って自分の土地にしようとしてるんだよね。何すんだか。おお、あれ乗ってんだ。子供か。面白いよね。ワオ。おお。早い早い早い、もっとゆっくり合わせてください。ダメです、リズム感に合ってない。足の皮をこうやって柔らかくする。ちょっとタイミングが早いです。ダメです、こんな無駄な力やったら一日もできない。ここが今日の宿。こんな感じで宴会してます。いやマジかしと。モンゴル時間が7時20分。夕日です。今の時間がモンゴル時間の7時半です。モンゴルの遊牧民の夜の生活を見に行くっていうのが急遽決まりまして、モンゴルの遊牧民の生活を見に行きます。あ、つけた。つけます。紅茶。これ紅茶。で、これ何？これはチーズ。チーズ？はい。アロー。アローっていうモンゴルのチーズ。牛乳で作ってます。ちょっと食べてみて。あ、軽いこれ。あ、硬い。これカフォ。ビバンのあれですね。ビバンって出てる？そうです。坂井雅人さんの紹介してて、ビバントこれ、ビバントやった、これ、はい、これだってビバント。あれ、ビール飲んでるけど、いいんだよ。なんか違うよ。なんか入れ方違うよ。悪いんだよ。飲んですぐ横になったみたいな。でも嬉しそうな顔してる。ああ、嬉しそうかもしれないね。つまる、だと。この細いのこれ何これ？細いのもパニッシュ。サンバの。これ味違うじゃん。さあ、電子そこ。電子。これうまいよ。あにうちも右手で取ってね。移動したんです。はい。でも度数は高くない。取ります。うん、どうですか？これから。あっちどうですか？うまい。お前んかい。아대소트아이와만화는거터머터치가그랬던기우스아까기우스때아까시즈스때그랬던거야こんな感じでいいよ。香水だよね。全然なんかやばい感じはしないよね。あ、やっぱり感覚あるよ。同じとして俺のがハゲてねとかあるとかねとかさ、73度して。
どっちが髪の毛あるかってどういう問題なんですか。だからよお前、このお父さんとお前このもう分かったよ。あーもう夕焼け終わっちゃったな。先ほど、7時半頃起きて、昨日は入れなかったシャワーを朝取って、とても今快適です。本当に何もないからね、お湯もいつも常時お湯が使えるわけじゃないので、シャワー浴びるから出してねって言うと、シャワーを出してくれます。かわいいねー。マスカルポーネもあります。お紅茶とお茶。紅茶ください。なんか感じ気がね、なんかあります。これから乗馬します。どこに行くんだかわかんないけど、その写真後でくれんの？ iPhone。 ああ違う、 LINE で、 LINE で、あ、もう頑張ったらできるもんね。最高です。うん、最高だね。9月の初めのモンゴル馬、虫もいないし初めて来た季節ですが、なかなか快適な時期だと思う。空いてるし、遊牧民のゲルで犬が歓迎してくれてる。約40分の、もうちょっとか、50分ぐらい乗って進みました。私が乗ったのは足毛の右から2番目の馬でした。草原に沈む夕日です。今日は雲がこれしかないから、もうあと1時間もしたら満天の星になるな。こんな感じで夜は更けてきます。今日は乗馬が終わってお昼を食べて昼寝をして、3時にさっき言った湖に行って帰ってきて、4時頃から延々と、飲んで、皆さんいい気分になってます。たまたま今日、地球の歩き方の編集者がこのゲルに来られて、たまたまその人の誕生日だったので誕生日を祝って、こんな感じで日が暮れて夜が更けていくという、そういうシチュエーションでやってます。なんときとも綺麗な雪だ。おはようございます。今日は9月の何日だったんだっけ、9月の5日か、今日は9月5日火曜日です。現在の時間が7時半。こんな感じのツーリストキャンプの2日目の朝です。昨日はこのテーブルのところでみんなで寝転がってモンゴルの星空を堪能しました。リンコでち
と走ってみたいと思います。向こうになんか牛の群れとかなんだかいるので、あれがどんな様子かを群れをちょっと行ってみたいと思います。平らに見えるけどちょっと登ってんだよねこれね。こういう風に日本じゃやんないよね。今8時ちょっと前なので食事に戻ってるところ。国立公園の中なのでこの囲ったところがこの人のツーリストキャンプのオーナーの敷地ということになりますけど、これは国立公園の中なので、囲えば自分のものになるんですが所有はできないみたいですね。なので賃貸料を国に払ってこの土地を使わせてもらってるっていうそういう仕組みみたいです。さよならツーリストキャンプ。学校してたのもそうなんですよ。じゃあ人間は種類が違うの日本でも。ああ種類こんにちは。こんにちは。いよいよモンゴルの国会議事堂の中に入っていきます。モンゴルの一番最初の総理大臣から代々の総理大臣が、あ、お下にかかります。あ、本格的に